夕方5時15分になりました。 FM916 AM1134 文化放送からお届けしています。この時間はラッキーラッキーのラッキートーク、イエーイ。はい、私たちガールズパフォーマンスグループラッキーラッキーは中学生から高校生の9人で活動しています。この番組は週替わり3人1チームでお送りしているのですが、今日は私山口里奈と深澤ひろと上村りりか、この3人の A チームでお届けします。お願いします。お願いします。はい、じゃあそれでは早速ですが、はじめに私たち3人の近況をお話ししていこうかなと思うんですけど、2人なんかある？はい、私あるんですけど、私ワンちゃんを2匹飼ってるんですね。うん、トイプードルとチワックスを飼ってるんですけど、そのトイプードルの子があまり人に興味がないというか、普段あまり甘えない子なんですけど、最近妹が風船に顔を描いたんですね、自分で。でそれをめっちゃ可愛いことするじゃん。普通にワンちゃんに見せたらすごい怖がっちゃって、で私にめちゃくちゃくっついてきたんですよ。で普段は甘えないから本当に可愛くて、なんかもうずっと風船見せちゃいました。可愛くて反応がね、そんな怖かったの風船。私の肩に本当に乗り出すぐらい、いやー可愛い、もう怖がってて、でも可愛かったです。めちゃくちゃ羨ましいです。本当に可愛い、癒されるよね。リリちゃんはなんかある？と私は最近お味噌汁にすごくハマってるんですけど、ご飯の次はいいね。お味噌汁ときましたか？いや、まあご飯もハマってる、もちろんなんですけど、お味噌汁を飲むときは、本当に3杯ぐらいおかわりしちゃって。すごくないそれ？すごいよ。もうなんか本当にドハマりしちゃったんですよ。お気に入りの具は何ですか？お気に入りの具は、前ラジオの時はお麩って言ってたんですけど、最近はわかめに変わりました。定番だ、わかめいいよね。でもなんか前もさ、なんか焼肉行った時かな、なんかご飯をなんか3、4杯食べたみたいな。そうですね、聞いて。すごい。ご飯3、4杯はどういうことなの？結構焼肉ってご飯進むので、やっぱり、でも見してもじゃない、してね、いやもうすごい、お腹がね、胃袋が。気づいたら食べてた。そう、気づいたら食べてました。いいね、すごいです、尊敬ですね。じゃあリナは？私はね、前ゆらぴとゆらちゃんと江ノ島デートに2人で行ってきたんですけど、なんかその時はね、江ノ島でいろいろ海見たりとか、あと神社行ったりとか、あと洞窟とかもあっていろいろ行ったんですけど、なんかカンナちゃんもね、その日まさかの江ノ島行ってたみたいで、そう、合流しちゃったんですよ。すごくない？すごいね。いやもう普通にびっくりすぎて驚いちゃったんですけど、なんかその時は神社で会ったんだけど、なんかカンナちゃん一家が家族で3人ぐらいで来てて、でなんか神社でお祈りしてるところを目撃したんだよね、ゆらちゃんと。なんかさ、行く場所一緒でもさ、日にち一緒ってさ、なかなかないよね。そう、それね、江ノ島の中でもね、広いから、そうね、そう、それがね、びっくりすぎて、これは近況で絶対話そうと思ったのでね、話しました。なんか本当に江ノ島はご飯も美味しくって、なんかしらす丼とか、たこせんべいとか、いろいろ食べられたので、皆さんもぜひ行ってみてください。そして今日は、ラキ友に生電話企画をします。念願でした。楽しみ。先週 C チームがやっていたんですけど、A チームは初めてということで、楽しみですね、はい、楽しみです。それでは電話企画の前に1曲いきましょう。今日の1曲目は君好きです。君好きは歌詞がとても可愛いので、歌詞に注目して聴いてみてください。それでは聴いてください。ラッキーラッキーで君好き。君が好きで止まらない、好きが止まらないんです。甘酸っぱい物語じゃん。いや君は好きって言わないけど、君に好きって言わせてやる。その笑顔を見ると好きってなる。うまく言えないけど、いつもいつも挨拶だけで緊張しちゃう。授業中も無線装置気づかれちゃった。 Make it 癖は
ッキーで君好きでした。ここからはラキ友に生電話しちゃおう企画。メッセージが届いています、うん、ラキ友ネームさくやさん、 A チームの皆さんこんにちは。ラッキーラッキーが大好きな妹と一緒に毎週ラジオを楽しく聞いています。 A チームの皆さんに聞きたいことがあります。僕は学校の宿題をいつも後回しにしてしまいます。先にゲームや楽しいことをやってしまい、宿題がいつも最後に残って後から先にやっておけばよかったと後悔します。宿題を頑張れるいい方法があったら教えてもらいたいです。よろしくお願いします、とのことです。ありがとうございます。じゃ早速ラキ友の方とお電話がつながっているということで、おさくやくん聞こえるかな。さくやくんこんにちは。こんばんは。緊張してます。緊張してますね。私たちもしてます。ねえ。さくやくん、今何歳ですか ?9 歳です。9歳 !9 歳お小学3年生かな。あ、4年です。あ、4年生。4年生。そうだね。さくやくんは学校の宿題をいつも後回しにしてしまうということで。おー、りなさん。いや、さくやくん、安心してください。私も同じです。そうです。りなちゃんも一緒です。私もね、本当に先にね、もうずっと携帯いじっちゃったりとか、しちゃったりして、もうね、宿題をほぼ前日とか、まとめてやっちゃうタイプなんだけどね。二人はどれぐらいなんだっけ？結構初めにやるタイプ？でも、なんか夏休み楽しみたいから、最初にやることの方が多いかも。私はちょこちょこやるタイプです。あ、計画性があるね。今日は何ページやろうみたいな。あ、いいね。そんな感じですかね。一番いい。じゃあちょっとさくやくんにアドバイスなんかある？なんか先にやっておくためのコツ？なんか夏休みの一番楽しみなことを、イベントとか思い出？なんていうの？予定を作って、なんかそれに向かって頑張ろうみたいな意気込みを立てたら結構頑張れるんじゃないかなって思います。なんかさ、宿題とかさ、日記とかいろいろあるじゃん。うん、さくやくんは何の宿題が好きなのかな。ね、算数です。算数すごっ。頭いいんじゃない？あれ、もしかしたら勉強得意？いや、得意じゃない。あ、得意じゃないんだ。いや、でも算数がね、できるのすごいよ。っていうのは本当に頭がいいね。うん、逆になんか、ね、これはちょっと最後まで取っとっちゃうなっていう宿題とかある？一番苦手な。国語です。逆だね。読書感想文とかかな。あ、今回の国語の宿題は何だったの？あ、漢字です。あ、漢字ね。いや、わかる。書くタイプだよ、ずっと。そうだね、ずっとね。待って、わかる。疲れちゃうよね、手が。ギリギリにやります、私も。どうしようね、でも。なんか好きなこととかね、あったらそれに向けて、もう先に終わらせようっていうの頑張るしかないね。うん、そうだね。さくやくんだったら先に数学とかね。そうだね。好きなものから先に終わらせていったらだんだん進むしね。さくやくんもう学校始まってるの？いや、明日からです。明日からなんだ。じゃあ宿題は終わってるのかな？どうですか？まだちょっと残ってます。ちょっと残ってるのか。じゃあ大丈夫だ。何残ってる？あと。算数の一番難しいところができない。ああ、なるほどね、なるほどね。難しいやつね。よかった、好きなやつが残ってて。多分ね、りなちゃんも前日まで宿題やってたから、全然終わると思う。全然大丈夫。前日の夜に頑張って、詰めたので。今日りなちゃん学校だったんですけど。そう、今日からだった。昨日結構頑張ってたみたいで。そうですね。そうだね。じゃあ、国語は頑張って終わらせたのかな、もう。はい。わあ、偉いさすがだよ。私より優等生だよ、本当に。じゃあ残りの算数の宿題も頑張ってね。はい、わかりました。ありがとうございます。応援してます。ありがとう。さくやくん、ありがとう。ありがとうございました。ありがとう。頑張ってね。頑張ってね。頑張ってね。応援してるよ。数学頑張れ。ありがとうございます。じゃあこれからも応援よろしくね。応援よろしくお願いします。はい、ということで、お電話、一番最初のね、方とお電話終わりました。はい、うん。いやー、初の。ね、本当にもう声が可愛すぎて、癒されました。そうだね、宿題を、後回しにしてしまうっていう私たちもなんか、すごい、
あ、なるほど、私も一緒だなって思って。そうだね、誰もがね通る道だねこれは。うそうだね、アドバイスし合いながらみんな頑張りましょうね、宿題は。うん、私が言うことじゃないんですけど、一番そうだ、ね、一番言えない人なんですけどね。まあ頑張りましょう。はい、じゃあ2人目の方のメッセージが届いているので読ませていただきます。ラキトムネーム、グッチョさん。みんな息ぴったりに揃ったダンスや床を使ったパフォーマンスなど進化が止まらないラッキーラッキーのみんなですが、歌やダンスで好きなパートがあれば教えてほしいです。ちなみに僕は夏の魔法の2番で、線香花火の終わりに見えたで、線香花火の終わりに見えたで、線香花火を模したフォーメーションをしているところがお気に入りです、とのことです。じゃあ、グッチョさん、ありがとうございます。早速お電話がつながっているということで、グッチョさん、こんにちは。グッチョさん、こんにちは。電話ありがとうございます。はい、もともとガールズガールズさんのファンで、ラッキーラッキーを見に行くようになってハマっていたとのことなんですけど。おお、嬉しい。嬉しい。そうなんだ。ありがとうございます。いえいえいえ。で、グッチョさんは夏の魔法の2番で線香花火の終わりに見えたのフォーメーションがお気に入りということなんですけど、うん、2人はどこが好き？夏の魔法だったら、パートだったら、あの歌のやっぱりね、みんな言ってる通り、うん、ゆうらちゃんの可愛いかなの部分もすごい大好きだし、なんかサビの振り付けとかもすごい、リンゴ飴ハート、リンゴ飴を作ってる振り付けになってるから、もう可愛いが詰まった一曲なので、もう全部が大好きで。私は2サビが終わった後に、うん、みんなが歌うパートがあるんですけど、そこでみんなが目立つようなフォーメーションですごいみんなが可愛く振り付けを踊ってたりとかするところがすごく大好きです。うん、そうだね。そうですね、私はなんかそのリンゴ飴とかやっぱり歌詞に合った振り付けになっているところが一番お気に入りです。そしてグッチョさん、はい、3人の好きなところをそれぞれ言えるとスタッフさんから聞いたんですけど、言ってくださるんですか？この新曲の3曲の EP で、はい、3人の好きなところを、うん、おー、嬉しい。え、うれしくてくれたんですか？そうなんです。じゃあぜひ聞きたいです。いいですか？お願いします。まず、りなちゃんからなんですけど、はい、歌詞で、夢空にかね、はい、溶けたアイスにそっくりって、で、ベタベタに甘いっていう歌詞があるじゃないですか。はい、それがりなちゃんのキャラクター性と、表現として、はい、なんかすごい、いいなっていうふうに思ってて。嬉しい。嬉しい。なんか、りなちゃんの小悪魔なキャラクターと、うん、なんかそういうのにすごい合ってるなって思いました。確かにそうだね。すごい。しっかり見てくださって。嬉しいね。嬉しい。ありがとうございます。はい。すいません。次、ヒーローちゃん。嬉しい。お願いします。ヒーローちゃんなんですけど、はい、まずこの新しく出た3曲で、うんうん、手足を伸ばすような、長くダイナミックな振り付けがすごく多いと思って、うんうんうん、その中でもひときわ奇跡なダンスで、メリハリのあるダンスが、僕とっても大好きで。嬉しい、ありがとうございます。なんかダンスの強弱みたいなので、指先まで本当伸びてて、ただでさえ長い腕がもっと長く見えるようなダンスが。すごい。そんなに見てくださってるんだ。嬉しいです。で、リリカちゃんが、はい、そうですね、聞いてて癒される声で。ありがとうございます。特にシューティングスター、大人っぽく落ち着いた楽曲なんですけど、そこにリリカちゃんの力強く透き通るような強い歌声が大好きで、アガレシューティングスターってあるじゃないですか、はいはい、あそこがすごい、リリカちゃんならではの高くて力強い声がマッチしてていいなと思いました。わー、ありがとうございます。私もそこ大好き。言葉の表現の仕方が本当に嬉しいです ね。なんかこうやって実際に声が聞けるっていうのが、本当に嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあぜひこれからもたくさんイベントとかで会いに来てくれたら嬉しいです。はい、曲もたくさん聴いてくださいね。はい、お願いします。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。
グッチョさんでしたけど嬉しいですね。もう一人一人細かいところまでちゃんと見てくださってて、うん、そうだよね、嬉しかった、ね、嬉しい、こうやって褒め言葉いただいてすごく嬉しかったです。ありがとうございます。じゃあそれでは最後の方いきたいと思います。ラキトモネーム、ハラボーとユイユイさん、リナちゃん、ヒイラちゃん、リリカちゃん、こんにちは。私たちはラッキーラッキーが大好きな親子です。この前ライブを見に行って間近でみんなのパフォーマンスを見て、かっこいい、かわいい、私もみんなみたいになりたいと娘は目を輝かせていました。9月にキッズオーディションの最終審査でランウェイを歩くのですが、楽しみもあるけど少し緊張気味です。そこでいつもたくさんの人の前で堂々と踊っているみんなにアドバイスや応援をもらえたら勇気が出るのではないかと思い、生電話で話せることを知り、娘には内緒で応募しました。わあ、内緒。これからも活躍親子でたくさん応援していますとのことです。わあ、サプライズですか。ありがとうございます。じゃあということで、ハラボーとユイユイさんともお電話がつながっているんですけど、こんにちは、聞こえますか。こんにちは。こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。あ、ゆいなちゃんもいますか。聞こえます。お、こんにちは。ありがとう。じゃあちなみにゆいなちゃんは何歳なの今。6歳。6歳。かわいい。小学生入ったかな。来年小学生です。あ、来年小学生。緊張するね、じゃあ、うん。お友達とかもね、たくさん作ってね。ね、すごい、キッズオーディションの最終審査、ね、ランウェイを歩くって、ね、すごい貴重な経験ですね。ね、すごくない？うん、すごい。これは緊張だね。楽しみなんだ。楽しみだね。楽しみだね。そっかそっか。でも、緊張するよね、やっぱり。うん。かわいい。でも私たちもね、結構ライブ前とかもすっごい緊張するんだけど、うん、そうね、ステージに立ってしまったらね、本当に緊張を忘れちゃうぐらいだから、本当にランウェイ、もうステージ立ったらね、全力で楽しんでほしいなっていうのが、うん、ぜひ自信持って頑張ってください。そうだね、みんなみたいに頑張ろうね。あ、頑張ってください。頑張ってね。あとはやっぱりラッキーラッキーな曲とか聴いたら気分が上がるんじゃないかなと思うから、たくさん聴いてリラックスして頑張ってほしいな。おー、ゆいなちゃんはラッキーラッキーで何の曲が好きなの？ラッキーラッキーラブ。あ、ラッキーラッキーラブか。そうなんだ、嬉しい。じゃあその曲聴いてね。ね、元気出してもらえると嬉しいな。うん。ラッキーラッキーラブはでも、はい、ね、お、ありがとう。ありがとう。ありがとう。明るい曲だから元気でですね、うん、踊ったりもしたら楽しいんじゃないかな、うん、ダンスも簡単だから手だけとかでも真似して踊ってみてね、うんうん、ダンス好きだよ。あ、そうなんだ。そうなんだ。習ってるの？うん。あ、そうなんだね。じゃあダンスもランウェイもどっちもやってるということで、すごい、うんうん、ダンスも頑張ってね。じゃあ頑張るね。ありがとう。みんな大好き。ありがとう。ありがとう。私もゆいなちゃん大好きだよ。大好きだよ。ありがとう。嬉しいな。じゃあラッキーラッキー、この A チーム3人になんかゆいなちゃん聞きたいこととかある？どうやったら、雨とか緊張しなくなるんですか？うんうん、あ、緊張しなくなる方法。なんだろう。でもね、心の中でもう大丈夫大丈夫って自分を信じて行ってみたら絶対にうまくいくと思う。実際に私もやってることなんですけど、うん、やっぱりなんか明るい発言、ポジティブな発言をするとすごく頑張れると思うので、ぜひゆいなちゃん頑張ってね。うん、そうだね。それが一番大事だね。やっぱり、そうだね、自信を持って自分を信じて、うん、頑張ろうね。楽しいって思うよ。ダンス楽しく頑張りますって。あ、楽しんで楽しんでください。うん。ありがとう。じゃあ今日はゆいなちゃんお電話ありがとう。これからもよろしくね。バイバイ。ありがとう。ありがとう。大好きだよ。ありがとう。頑張ってね。ありがとう。ゆいなちゃんも頑張ってね。愛してるよ。はーい。はい。そんなことでした。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。もう可愛すぎます。可愛い、可愛いね。癒された。
いや、それにね、ランウェイを歩くっていうのが本当にすごいなと思ったし、あとね、このこともなんか内緒で応募したお母さんの優しさにもね、ちょっと感動しちゃいましたけど、すごい皆さんとたくさんお電話できて、すごい幸せな気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。ありがとうございました。今回もたくさんのメッセージを送ってくださりありがとうございました。メッセージの送り方や送ってほしいテーマは公式番組ツイッター X でも急遽募集しているので、ぜひフォローお願いします。それではここでもう一曲、さっき電話をつないでくださったゆいなちゃんが好きと言ってくれたラキラキラボを流したいと思います。この曲はサビの振り付けが特徴的でラキラキらしい可愛い曲になっています。それでは聴いてください。ラッキーラッキーでラキラキラブ。さあ始めようよ、待ちに待った一日を。窓開けてメイクもして大きく息を吸ってお出かけしようよね。心配だったこと、迷う届けしたのはラッキーラッキーでラキラキラブでした。ラッキーラッキーのラッキートーク、そろそろお別れのお時間です。今日はどうだった？そうですね、今日はラッキーラッキー A チーム初の生電話だったということで、他に3人の方以外にもたくさんメッセージを送ってくださったと思うんですけど、またいつか生電話企画できたらいいなって思います。ありがとうございました。リリカちゃんどうでしたか？はい、今回初めて A チームで生電話してみて、3人とお話ししてものすごく楽しくって、いろいろお話ができて、またひろちゃんが言ってたみたいに A チームでまた生電話できたらいいなって思います。ありがとうございました。私もね、今日初めて
やってみて、なんかファンの方とお電話する機会っていうのもあんまりラキラキはないので、こうしてラジオでできたすごい嬉しいですし、この生電話以外にもね、また皆さんとお話だったりとかいろいろ交流できる機会ができたらいいなって思います。そしてラッキーラッキーからお知らせです。新曲夜目空に羽がリード曲となった3曲 入り EP が10月4日にリリースされます。初回限定版の特典映像として、昨年2022年に行われたラッキーラッキーファーストライブツアーブランドニューワールド東京公演の模様が収録されます。そして夢空に羽のミュージックビデオが公開されました。ぜひチェックしてください。そしてリリースイベントも開催中です。これからも情報をいろいろと更新されていくのでお楽しみに。次回は B チーム、ゆうらちゃん、ゆうわちゃん、あかりちゃんがお届けします。それではここまでのお相手は、私山口里奈と深澤ひいろと上村りりかでお届けしました。それではお耳が寂しくなるその前に、またねー。佐野厄除け大師の佐野水御地蔵尊では、お彼岸供養の申し込みを受け付けております。秋のお彼岸には佐野厄除け大師の水御地蔵尊へどうぞ。ご遠方の方はお手紙でお申し込みください。お問い合わせは 0283-22-5229 です。ガールズガールズ美咲とクレアのアニファン、9月21日のアニファンはアニメロサマーライブ2023アクセルについてたくさんお話ししたいと思います。裏話も聞けちゃうかも。ガールズガールズ美咲とクレアのアニファン、毎週木曜深夜1時30分から聞いてね。文化放送、熱中症から命を守ろう。9月に入りましたが、この先も日本列島には暖かい空気が流れ込みやすく、暑い日が続きます。朝晩涼しく感じて油断して外出すると熱中症にかかるという心配もありますので、十分ご注意ください。